はい、文法用語の11個目。11個目は前置詞ですね。前置詞の定義はこちらです。名詞の前に置くものっていうふうに覚えてください。on, in, at, of, from, to, under、まあ、他にもありますけども、まあ、普段よく見る、単語かなと思います。例えば、on the table みたいな。the table っていう名詞の前に on っていう前置詞がありますね。で、これでテーブルの上にとかね、テーブルの上でみたいな、こう訳し方にになるのかでになるのか、これは文脈によって変わってくるんですけども、この on っていう前置詞はどんな意味を持っているかというと、まあ、これテーブルの前にくっついているのでテーブルの上でぐらいの意味になると思うんですけど、例えば時計が壁にかかっているのの壁にっていうのも on the wall っていうんですね、ウォールっていうのは壁ですが、この場合壁の上にじゃおかしいです。で、on っていう前置詞は上っていう意味っていうよりも、なんかこう接触してる、くっついているっていうのを意味する前置詞なんですね。こっちはどうでしょう。the kitchen の前に in っていう前置詞がくっついてます。in the kitchen で、台所でとかね。で、この in っていうのも場所を表してるんですけども、on っていうのが、まあ、何々にくっついてる、接触してる、あるいはテーブルの上っていう、位置を表してるのに対して、インっていうのは何かの内部、例えば部屋の中とかですね、内側とかっていうのを表す前置詞です。っていうふうに前置詞っていうのは一個一個意味を持ってます。例えば from だったら、どこどこからとかね、出身地とかも from を使いますね。to だったらどこどこへです。だから to の後には目的地が来たりとか、under だったら何々の下なので、ここにある名詞の下でとかですね、っていうふうに一つ一つのイメージあるいは意味っていうのを覚えていく必要が出てきますね。なので前置詞っていうのは名詞のね前に置く言葉っていうふうに覚えてあげればいいかなと思います。今回は以上です。ありがとうございました。